さあ、ワイプが来ましたので、また一からサバイバルの方を始めていきたいと思います。え？海の中入ってた。あれかな？初期リスーチ変えたくて死のうとしてたのかな？で、いきなり矢が飛んできてます。ということで、ワイプから30分後ぐらいの今、現在なんですけど、まあ、原人がめちゃくちゃおります。けど、あれだな、夜が来そうだな。こいつを倒したい。よし。え、いいね。石のツルハシいきなりゲット。まあ、30分ぐらい経ってるってことで、拠点立ててる人はいるな。で、今シーズン、ブループリントまたない状態なんで、スクラップを大量に集めないといけない。なので、そうだな、今シーズンも施設の近くに住もうかなという感じであります。すげえ人いるやん。で、不毛な争いしてます。自分の住みたい場所がね、結構初期値から離れてる場所なんで、まあちょっとこの夜を利用して、そこに向かいたいと思います。まあ、目指す場所はね、マップの真反対の位置なんで。うわー、やべ。マジか。危ね。あの、列車の方行け、列車の方。二人で追いかけてきてんな。なんとか逃げ切れそうかな、これ。やべやべ、なんか人いるわ。あいつ何？武器持たれてたら終わってたな。危ね。よし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 。あれ。全焼基地かな？この辺に寝袋置くのマジでありだ。まあ全焼基地近辺に住む気はないですけどね。久しぶりに来た。ああ、でも石取って木材に変えていくのありだな。うん、人、結構集まってますね。ん？戦車にたげられてる人いますね。よし、また寝袋作れる。やっと白石だ。え？この岩のスキン絶対変えた方がいいけどな。目立ちすぎる。この木だけ倒そう。やべ。ラットダメ食らってる。けど、山なんだよな。え？マジで？いきなりモニュメントパズル回ってる人いるんだけど。早っ。いやーでも銃持つの早いなみんな。まあ、前のシーズン同様、自分はレシピないけど、周りの人はレシピあるんで。え？マジ落とせる。やべえ、終わったわ、これ。とりあえず、ちょっとこの辺にシェルター立てちゃおう。で、木材ないから木箱作れないっすね。やべやべやべ、人走ってます。二人通り過ぎてたの。セミオートピストル作ってんだ。はえー。え、大釜ちょっと、はえーわ。この辺強い人がいっぱい住む可能性あるな。まずい。うわ、ラットダメ食らうのか。死んでまう。あ、追いかけられてる。ん？武器は持ってなさそうだな。あの人はもう絶対武器持ってる。はい、この人は、はい。
とりあえずシェルター建てたものの、自分が建てた場所ロケット施設からかなり近いところだったんで、まずいかもな。もう一つ奥の海岸に住みたいんですけど、あそこまで行けなかったんだよな。めちゃめちゃ住みたい場所とはちょっとね、離れちゃうんだけど、まあこの辺に拠点持とうかなと思います。え、どっから撃たれた。てか、スーパーマーケット箱湧いてんぞ。え、誰に撃たれてんだこれ。ええー、2発入れて死なねえのか。なんかこの辺かなり安心感あるんで、拠点立ててもいいかもな。おお、なんか走ってきてますね。ちょっと殺される前に仮居だけ立てた。よし。なんか今んとここの辺は人いなさそうなんで、道沿いのドラム缶ちょっと叩きまくろうかな。で、早くワークベンチでベルワンを置いて、ネイルガンクラフトしたい。お、木が倒れてんね。殴り合うか。よし。でかいぞ、これ。うわ、列車2台来てるけど、なんで止まんの、そこで。あれかな、みんなロケット目指してんのかな。え、この辺めっちゃあるやん。みんなこれ乗ってきたんかな。え？壊れたんだけど。無事帰宅。やっと寝袋置けます。うわぁ、めちゃめちゃクマ狩りたいな。けど、とりあえずちょっと豚倒すか。来い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 。なんでお前来るんや。これでかまどクラフトできないかな。肉を焼きましょう。よし、かまどクラフト。かまど設置。で、一番最初に建てたシェルターのアイテム回収しなきゃいけないんだけど、ちょっとね、夜の間に海岸部に拠点建てたいんで、あのまま残しておこうと思います。まあ今は金属焼き上がるの待つ感じだな。まあでも人が結構多いんで石の湧き直しが早い。それは助かる。今ロケット施設とか回ったら、なんか箱湧いてそうな気するけどな。
いやでもロケット施設から銃声するわ。しかもセミオートライフルの銃声してたし。んで、かまどはずっと回したいです。何も持ってないかな。寝袋。スーパーマーケットさっき箱開いてたけど、開き直しとかしてねえかな。やっぱここは人いますね。え？リサイクル回してる？逃げ切りたい。無理か。うわ、一突きされたら終わる。ああ、やられた。いや、いい感じにパクれたのにな。板金の扉、クラフトしました。一枚だけちょっと変えて、海岸に拠点を立てに行こう。まあ、今、ワイプから1時間半後ぐらいで、レシピある人たちはもう銃作りまくってるんで、なんか機会があればそういう人たちから奪いたいですけどね。シェルターは残ってんね。けどこれを海岸に運べるかどうかだな。一マス拠点でいいなら建てれそうだな。うわ、なんか松明咲いてる人います。よし。1マスなんですけど、とりあえず拠点を立てることができました。まあ、後で拡張するなりなんなりしてもいいな。川にやってきたんで、ちょっとこの辺で食料いっぱい取りたいけど、あんまないか。朝が来ましたね。ロケット施設の製油所で今、原油を燃やしてる。持って帰れたら、一応、かまど二つ目クラフトできるというね。下、箱開けに行きたいけどな。ん？枝強化？ああ、でも壊された後だな。資材集めしまくりすぎて、あんまりスクラップ集まって、やべえ。うわ、防護スーツあいつ10持ちかな。自分の拠点結構近いんだけどね。持って帰れなかったら意味ないからな。ダッシュ。崖上にいる。無事帰宅。んで、かまど二つ体制で、鉱石焼いていきます。それと一ベンチも作っちゃおう。暑いなぁ。なんか武器回収できないか、これ。1ベンチ設置。多分銃撃戦って結構頻繁に起こると思うんで、まあ、どっかのタイミングでちょっと漁夫参加したいっすね。まあ、それまでは、スーパーマーケット行くって感じかな。防護スーツ。あれ？いない？箱湧いてる？さすがにキーカードはないか。え？湧き始めた。一回持って帰ろう。今この状態のスーパーマーケットに人が来てないなんてあるんだな。これだけでもうめえぞ。いいね、いいね、いいね、いいね。無事帰宅。扉を
付け替えましょう。マジか。まあこうやって狩られる時もあるよな。ふざけんな。あ、討伐しそう。集まってきそうだな。まあ言ってもね、ぶっちゃけ何もできない気はしてる。けどまあせっかくだし、様子見に行ってみるか。ん？あ、AI 残してる感じだ。ラグくなってきましたね。おい、狼ふざけんな。やめろ。おい、ちょっと捨てとこうかな。てか、あんまり漁夫来てないっぽい。わ、なんか足音した気がする。上いるかも。え、めちゃめちゃわら箱湧いてんだけど。漁夫行って死ぬより、これ持ち帰った方がいい気がすんな。え、なんか違う場所でロケットランチャー撃ってる。これレイド起きてない？あ、人来てます。うん？戻ってた。あ、今回収行ったな。多分戦車の。あんまりなんか戦闘になってないっすね。え？出た武器ボックス。変なとこに湧くやつ。回収した感じかな。人の気配が全然ない。あ、でも人いるわ。戦い起きないってことは、多分仲間同士ってことだと思うんで、ちょっと俺が行っても無理っすね。え？また湧き直ししてる。武器出ないのか。いや、これ持って帰りたいな。ここも湧き直ししてるわ。で、待って、アイテム消えちゃってんだけど。ん？パクられたのか、これ。消えるのさすがに早い気はする。無事帰宅。いや、箱開けただけで、スクラップ、106はうまいね。んで、フラッシュライトとかの現物も出ました。戦車やった人たちも、多分、今、ロケット施設から出てってると思うんで、リサイクルはちょっと回しに行きたいと思います。あちこち騒がしくて、今人いない状態っぽい。なんなら戦車の残骸とかも、叩けてたかもしれないっすね。まあでも、ツルハシないか、俺。いやー、これ持って帰れたらマジでかいけどな。箱めっちゃ湧いてんだけど。もうちょっと分解したい。いや、なんかそろそろ敵来そうではある。マジで豚、うぜえよ。え？で、また箱湧き直ししてる。めちゃくちゃ湧き直し早い。これ、ロケット一択かもしれないっすね。まあ、強い敵は結構来るけど。無事帰宅。
まだいるな。やば。え？人死にすぎじゃない？いやー、帰りたいな、これ。ふざけん。いや、人いすぎだろ、これ。スーパーマーケット。ということで。ロケット施設のおかげで、スクラップ結構集まったんで、ワークベンチレベル2クラフトしたいと思います。まあでも、今回でちょっと武器はね、手に入れることはできませんでしたね。いや、人がね、湧いてくるのやっぱ早いんだよな。早速設置しちゃいましょう。あ、そう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 。2ベンチを設置。ということで今回、ワイプ来てすぐ一応プレイしたんですけど、まあある程度軌道に乗せることができましたね。ということで、今シーズンどんなサバイバルになるのか楽しみですね。